いやあ、刹那圭介だよ。では、今回も武器に願いを始めていきます。お金見ましたか ?50 円です。50円なんで、ほとんどいいもの作れてない。ロングソードの6本とか、絶対売り切れるパターンやな。タランタラン。というわけで、こんな感じでもうボロボロの手持ちでやっていきたいと思います、今日の一日。情報なんか知るんじゃなかった。この辺もうパスしよう。気になる人は止めて、動画を止めてじっくり見てください。お、でもね、今ちょっと HP が4000なんぼって、結構減ってきてるね。このペースで戦ったら、あとパート、いや、10日ぐらいで、10日ぐらいで魔王を倒せるんかな。とはいえ、ここでブレーキがかかるんですな。ロングソードが6本っていうのがちょっときついかもしれん。数売れるけんね、あれは。俺のやれることはこれまで通りの売り方するぐらいなのかもしれないね。ちょっと変化球を入れてもいいんやけどね。火炎装。というわけでちょっと変化球は若干入れてんの、こんな感じ。ロングソードが売り切れると思うんで、その代わりのものをポンポン置いていくスタイルで、ロングソード以外は1種類につき1つずつのプライスになります。プライスの意味間違えてます。ここを耐えなあかんぞ。お金をどうにかして稼がなあかんぞ。もうちょい待ち。今の売れたんはバスタードソードか。これはちょっといいかもしれんぞ。出だしロングソードじゃなくてバスタードソードっていうところが、いや知らんけどね。お、火炎装来た。火炎装もちょっと待っとった人が、フリーズブレード。お、ロングソード来ないね。フリーズブレード、火炎装が結構あるんよ。火炎装をメインに打ってもいいくらいに。おお、やっぱロングソード来てーの。めっちゃ来てる。お客さんめっちゃ来てる。めっちゃお客さん来てる。めっちゃお客さん。ちょっと待って、ちょっと待って、来すぎ、いいことやけど来すぎじゃないそれ。ちょっとバスタードソード、いやいいことないよね。いいことないんやけど、予想以上に勢いある。こんだけ物品が並んでないときに。火炎装結構売れるんか、もしかして。まだ2本目やけど結構いいか。手頃な値段なのがあれなのかもしれません。とりあえずここはしのぎたい。どうにかしてしのぎたいぞ。お金稼いで何とか次の日の資金にしたい。ロングソード、バス、お、ナイトソードも依然として売れる。これがあるから面白い。バスタードソード、じゃないわ、ナイトソード。ちなみにナイトソードは3本残ったらギルドで勝負、取引できます。あ、とうとうロングソードなくなった。さて、代わりに何を置くかって言いますと、アイスランスも取ったんだよ、俺。を投入して、だね。火炎装か。よし、これでいきましょう。あと、残り30秒切りました。ロングソードがないことがちょっと厳しいね。多分、ロングソード目当ての人も来る。おったと思うんやけど、アイスランス、唯一のアイスランス持っていった。で、ここにはライン名言で行こう。ライン名言もそろそろ切り気味で、フリーズブレード行こう。よし、さてもう終わりかな今日は。あ、最後の一人、あー買っていかない。やっぱ少ないってほど少なくでもないんやな。あ、それでもそこそこ売れとんじゃ。うん、ロングソードがあったらもうちょい売れとってかなくらいの感覚。実に惜しい。日に日に売り上げは上がっていくんやけどな。ちょっと今日は運がなかった。こいつにたぶらかされた。スーパー主婦、その間のやつめっちゃうくさんくさかったっすよ。お、すげえ。ちょっとずつ上がっていく掃除レベル。
しかし少しだけ汚れにくくなったっていうのを少しだけの少しさを俺は知っている。依頼させてくれへん。鉱山今いくら持ってる？いや91個もあるんだったら別にいいよな。ファイヤー石をちょっとちょファイヤー石そんなにいらんか。2個あれ2個買って4個あればもう十分な気がする。そもそもあんま売れんやつやけんね。この人はちょっともう頼り切っとるな。おお、なんか昨日のめっちゃ売れてるのやつが消えて、なんか元に戻って、フリーズブレードが上がってきたね。で、バスタードソードも依然として4があって、これ何これ、まあ、これはどうでもいい。サンダースピアか。じゃあ明日はロングソードはいつも通りやけど、フリーズブレードメインにバスタードソードとサンダースピアを散らそう。サラマンドソードは依然としてなぜか低い。どういうことなんだろうね。オッケーです。この人らはなんか新しいこと喋ってくれんかな。あ、そうだ。ナイトソードのこと忘れとったわ。3本残っとるけど、これを鉱材にしたくないな、俺は。売りたい。明日の売る分に残しておきたいな。不謹慎なことまだ言ってる。いやあ、お姉ちゃん、今日も元気ですか？同じことしか喋ってくれませんね。俺はそういう裏ルートを頼らないタイプなんです。そこはちょっと、俺のポリシーですから。この人が、エンディングのこと喋ってくれよる、もう何度も聞いた、のやつやな。この人の借金、もう一回辿ってみたろか。それも一つの手かもしれんので、借りますって一回多いな。千と千尋、お前はやる気は断じてないわ。よっしゃ、さて行きますか。借金したおかげでお金はとりあえずできた。このお金の使い方も重要だ。お金があるからといって使いまくったら終わりだ。とりあえずロングソードを30本作っておいて、そこからスタートだ。バスタードソードが9本作って13本になります。そのうちのナイトソードに1本だけしておくか。ナイトソードは4本あればそれで十分な。1本だけ増や、もう1本5本にしとこうか。とりあえず売れたら5本かもしれんけんね。とりあえず5本用意しといて、雷鳴剣は6本あれば十分。フリーズブレードじゃ、明日フリーズブレードの日やけんね。あ、アイス石がここまでしかない。まあ上等か、これでいこう。そうしたら今度はロングソードが15本あればいいような気がするんやけど、鉱材いくつあるよ。22個か。あ、そうだそうだ、サンダースピアだったな。数ないじゃん。てか鉱材ないじゃん。なんだ、鉱材ないのか。それならしょうがないけど、よう考えたらこれあれじゃね、ダマスカスコ取引しとったら手に入れとった件で、この流れで取れとったかもしれんのか。ちょっと惜しいことしたような気もするけど、別にいいか。うん、いや、剣をメインに売っていくのがうちの鍛冶屋のシステムってことにしとこ。初めて言うたわそんな。雷鳴剣もどうしようかな。雷鳴剣は1本だけ増やす程度にしといて、ロングソードをちょっとだけ増やして16本あればいいでしょうくらいな感じ。クレイモアちょっとやってるか。クレイモア1本作ったらなんか
気になるんでブレイモア1本作ります。ナイトソード1本、もう1本よしか。あ、ウーツコなくなった。いや、ウーツコが足ら、ウーツコやな、ウーツコなくなってもうたんじゃんこれ。あるわ。え、でもさっきなんで赤な取ったんだろう。まあいいや、明日はなかなかの婦人じゃない。クレイモアっていうのが手に入ったよ。気になる。クレイモア売れるかな。よし、というわけで、まあセーブしといて、とりあえず借金2日分で借金以上の売り上げは取らなあな。いや、今の上級だったら多分いけると思うんやけどね。まあ頑張ってみましょう。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。